10、10空襲、または沖縄大空襲は第二次世界大戦後期の1944年10月10日に南西諸島の広い範囲でアメリカ海軍機動部隊が行った大規模な空襲。所在の日本軍艦船などに甚大な損害を与えるとともに那覇市の市街地の大半が消失するなど民間人にも大きな被害が出た。那覇市の空襲被害を特に 那覇空襲と呼ぶこともある。日本軍の防衛体制は不十分でアメリカ艦隊に対する有効な反撃も行えなかった。1944年10月マリアナ諸島の攻略を終えたアメリカ軍は次の作戦としてフィリピンへの進行を準備していた。これに先立ってフィリピン守備の支援拠点となり得る南西諸島から台湾方面に散在する日本軍基地を 機動部隊による空襲で破壊することにした。その一環として沖縄諸島も攻撃目標に選ばれた。ウィリアム・ハルゼー大将率いる第3艦隊の高速空母部隊である第38任務部隊が担当部隊となった。当時の沖縄はマリアナ諸島の陥落以後にアメリカ軍の侵攻が警戒されるようになり防衛体制の構築が急がれている最中であった。 陸軍の第32軍の下に4個、師団、五個旅団の地上部隊が揃えられる一方、日本本土や台湾への民間人の疎開が推進されていた。海軍は沖縄方面根拠地帯を置いていた。防空体制は各地に陸海軍のレーダーサイトが設置されて、沖縄本島に高射砲70門、高射機関砲50門余りなどが布陣していたが、防空戦闘機は、 陸軍第8飛行士団霊下の独立飛行第23中隊が本島の北飛行場にいるのみであった。その他の航空戦力は海軍の銀河爆撃機球機や偵察機、移動途中の滞在機などだった。港内には軍需物資や疎開民を運ぶための艦船が多数停泊していた。10月10日以前沖縄を含む 南西諸島は本格的な空襲を受けたことがなかった。同年6月の8枚空襲を皮切りに、アメリカ軍の大型機による日本本土空襲が始まっていたが、沖縄方面では9月27日と10月3日に、沖の大東島へ大型機格一機が飛来して、機銃装車をした程度にとどまっていた。そのため、民間人の危機感は薄く、 津島丸のような遭難を恐れたことなどもあって、疎開への応募が伸び悩んでいた。1944年10月6日、第38任務部隊司令官のミッチャー中将、座上する空母、歴ントンは、第2軍である第38.2任務軍と共に、沖縄、台湾方面の空襲任務のため、ウルシい干渉を出撃した。先発の春税大将の機関、ニュージャージーと、 第38.3任務軍や、アドミラルティ諸島から来航した第38.1任務軍、ペリリュー島の戦いを支援していた第38.4任務軍と洋上で合流し、正規空母9隻、軽空母8隻を機関とする大部隊となった。艦隊は8日に洋上給油をした後に沖縄へと向かった。このほか、脱出パイロットの救助に備えて、 潜水艦が沖縄近海に待機した。アメリカ艦隊は、陽動のために、第30.2任務軍の従順洋艦、チェスター、ペンサコラ、ソルトレークシティと駆逐艦6隻を分剣して、9日に南鳥島へ艦砲射撃を加えた。また、第38任務部隊の前自紹介のために、裁判島から出撃した PB4Y 爆撃機が沖縄沖で、 特設苦戦艇、三峡丸を撃破している。日本海軍は通信解析やパラオ基地の監視情報からアメリカ艦隊の集結と出動を察知したが、その目的地を確定することはできなかった。沖縄には台風が接近中で、7日には大東島で秒速42メートルの暴風が観測される悪天候となっており、哨戒機の活動は制限された。 かろうじて飛び立った西式飛行艇も、テニアン島から発信した B-24 爆撃機により報告の間もなく、撃墜されて、行方不明となってしまった。連合艦隊司令部では、ルソン島方面の護送船団が襲われる可能性が高いと判断しており、豊田添エム連合艦隊司令長官は、フィリピンの視察へ出かけてしまった。それでも、 南西諸島を管轄する佐世保鎮守府は10日明け方の空襲を予想して被害極限に留意するよう9日夜に発令した。日本海軍から台湾東方に敵機動部隊との連絡を受けた陸軍の第32軍司令部も8日には防空体制である併合戦備を命じたが翌9日には続報がなく海軍情報は 疑わしいと、霊下部隊に通報してしまった。10日から予定の頭上演習もそのままとされ、参加指揮官が各地から那覇へ集められた。陸軍船舶兵の小型輸送船には、急速揚陸と対比を命じたものの、強風のためな加港に戻るよう命令が変更された。第8飛行士団では、9日12時に警戒態勢を2号警戒配備に引き上げている。 9日夜、アメリカ艦隊は発見されることなく沖縄近海に接近した。10日午前6時前、アメリカ艦隊は沖縄本島に向けて最初の攻撃隊を出動させた。午前6時45分、第1次攻撃隊は日本軍の北飛行場に到達し攻撃を開始した。おろ飛行場なども次々と攻撃を受けた。アメリカ艦隊は その後も第4次攻撃隊までを午前中に発進させ、午後にも第5次攻撃隊を繰り出した。宮古島など他の島への攻撃を合わせると10日の出撃機数は延べ1396機に達した。日本軍は午前6時20分に海軍の警戒レーダーで第1次攻撃隊の接近を探知していたが、当時の日本のレーダーは精度が低く、 報告は信頼されなかった。また、民間人や警察官による防空監視隊の報告も無視された。まず、アメリカ軍機は、制空権奪ッシュのため飛行場を攻撃目標とした。日本の航空部隊は、空中退避が間に合わないまま、多くが地上撃破された。独立飛行第23中隊は、離陸に成功したものの、 第2次攻撃隊と交戦して6機が撃墜され、3機が不時着大破など、計10機を失った。沈没寸前の潜水母艦、早くじら。同艦は9月に潜水艦の攻撃で損傷し、航行不能状態であったところを撃沈された。第2次以降は、那覇港や運転港などに停泊中の艦船も、攻撃目標となり、疎開輸送に活躍していた、潜水母艦、 早くじらや満州国海上警察隊の海イなど、比較的大型の艦艇から、魚雷艇、カロ艇、公標的のような小型戦闘艇まで次々と撃沈された。徴用された汽船はもちろん、作業用の門橋や沿岸を航行中の漁船までも、機銃装者などにより徹底的に攻撃された。輸送船の被害は、比較的大型の汽船が、 那覇港で5隻と瀬底島病地で2隻だったほか、小型船が膨大な数に上った。第二次空襲の際に、港湾地区の民家で火災が発生し、軍や警防団、学徒などの消火活動にもかかわらず延焼した。第4次と第5次の空襲は主に市街地を狙って行われ、市内各所に火災が発生した。第4次空襲の段階で、民間消火活動では、 手の施しようがなくなり、住民は全面退避を開始した。県は軍に破壊消火を依頼したが、それでも炎症を阻止できず、火災は那覇の市街地全域に拡大した。一方、嘉手納町では民間施設は直接の攻撃目標にはならず、軍施設周辺で巻き添え被害があっただけであった。本当以外の沖縄諸島各地にも攻撃は向けられた。 ケラマ諸島には8回にわたり延べ60機が飛来し、主に漁船を狙った、機銃掃射を行った。宮古島では午前と午後に1回ずつ、各16機による空襲があり、99式襲撃機3機など、陸軍機9機破壊、陸軍徴用輸送船、広田丸撃沈、民家13件反症などの被害が出た。石垣島には8機が早朝に飛来した。 久米島西方で沈んだ陸軍徴用輸送船、高達丸は第32軍の記録によると空襲及び潜水艦の攻撃で沈没となっているが、アメリカ側の公式記録では空母機の戦火となっている。大東島地区には午後になって延べ8機が飛来し、飛行場や海軍船を重爆撃した。大東島へ航行中の海軍徴用小型船2隻が沈んだか。 沖野大東島付近で特設総海底第一匠南丸が炎上格座している。攻撃は沖縄諸島にとどまらず、鹿児島県の奄美群島にも及んでいる。奄美大島では10日早朝から3回延べ45機以上が来襲して付近の船舶や砲台を重爆撃。徳之島では午前8時頃に近海の機関船が銃撃され、午後には飛行場が攻撃を受けて、 一式戦闘機三機、四式戦闘機一機、九十九式襲撃機五機など、陸軍機十四機が破壊された。日本海軍は、アメリカ艦隊への反撃を計画し、都市号作戦警戒を指示した。九州や台湾の基地から、翌11日朝までに延べ40機余りの作敵機が、発進した。11日正午までに二軍のアメリカ艦隊を、 発見したものの距離が遠かったために攻撃は断念された。アメリカ艦隊は沖縄本島への空襲を10日のみで終え、11日に洋上補給を行った後に台湾方面へ向かった。そして12日から台湾空襲を開始し、一部は宮古島、石垣島など南西諸島西部を13日にかけて襲った。船舶や兵舎などが攻撃された。 宮古島では、アメリカ軍機1機を対空砲火で撃墜し、搭乗員1人を捕虜としている。12日以降の空襲に対しては、日本海軍航空隊が大規模な反撃を行い、台湾沖航空船が発生した。日本側の被害は甚大であった一方、アメリカ軍は21機の航空機を失っただけの勝利を収めた。撃墜されたアメリカ軍機搭乗員のうち6人は、 洋上で待機中の潜水艦、スターレットにより救助された。日本側の軍関係で最も大きな損害を受けたのは在白中の艦船で、ほとんど全滅状態となった。海軍艦艇,艇の損失は、潜水母艦、早くじら、満州国艦、海井、不設艇、高島、第158号輸送艦、衛船、縦上、魚雷艇13隻、 公表的4隻の正規艦船22隻が沈没したほか、特設艦艇や、徴用武装漁船も多数沈没、第58号漁船艇が炎上。陸軍船舶兵の装備集艇も、カロ艇6隻や高速輸送第1大隊の、異号高速艇8隻が全滅、その他第発動艇など18隻沈没。第32軍の記録によれば、旗船の沈没は10隻で、 船舶運営会の資料では、南高丸も撃沈されているほか、アメリカ側によると、商船、豊坂丸、第七高島丸も、小庭沖で損傷した。小型船の損失は膨大で、軍庁用の規範船と漁船が、第32軍庁用分だけで60隻沈没、大破4隻、小破28隻、他の陸軍部隊庁用の21隻沈没、 海軍徴用護営業船多数などとなっている。民間小型船の被害も、本当だけで77隻、沈没、11隻損傷である。艦船以外では、各島の陸海軍機合わせて航空機47機が、中波以上の損害を受け、4機が勝破した。なお、アメリカ軍は、日本機111機を破壊したと判定していた。 人的損害も沖縄連隊区司令官の井口春、三大佐をはじめ陸海軍合わせて、軍人、軍属218人が戦死し、243人が負傷したほか、陸軍関係の民間作業員、約120人が死亡、約70人が負傷している。航空関係の燃料弾薬だけは、分散が間に合ったため、ドラム缶入りのガソリン113本が燃えた程度で、済んだ。 民間人の被害も各地で生じた。最も被害の大きかったのは、那覇市で11日まで続いた火災により当時の市内市街地のうち9割が消失し、死者は255名に上った。本島全体では330人が死亡し、455人が負傷している。本島で全村となった家屋は1万1451戸、半壊62戸であった。 宮古島でも民家13軒が反焼している。沖縄県の鉄道は、機関車4両ガソリンカー4両、客車6両などが中波以上の損害を受けた。民間自動車は7割の94両が破壊された。この民間被害によって住民の県外疎開が促進されることとなった。日本政府は同年12月、非軍事目標である市街地を攻撃したことが、 戦争犯罪に該当するとして、中立国のスペイン政府を通じた外交ルートで、アメリカ政府に正式抗議した。しかし、アメリカ側は、従来の自国の解釈からすれば、戦争犯罪に該当するとしつつ、それを認めると捕虜になったパイロットが訴追される危険があることや、被害実態が日本側主張通りか明らかでないことを考慮し、この抗議を黙殺した。日本軍は、 当時、第38任務部隊を10月6日以降、見失っていた。日本軍の各航空基地は大規模な紹介活動をしていたが、アメリカ軍は日本軍の紹介機をレーダーで捕捉してことごとく撃墜していた。沖縄南西沖には当時台風が北上していたため、日本軍首脳部は未機関の紹介機が多いのは悪天候が原因と安易に判断してしまった。 さらに、第32軍は10月10日に第32軍首脳部を集めての大掛かりな頭上演習を予定しており、前日の10月9日は各地の司令官たちが那覇の領邸に集められて宴会を開いていた。そのため、指揮官不在の各部隊は有効に対処することができなかった。また、この日の頭上演習が兵士には単に演習としか知らされていなかったため、 友軍の降車砲の応戦などを見ても本格的な演習をしていると受け止めた兵士が多く応戦が遅れる原因となった。住民にも演習と誤解するものがあった。せっかくのレーダーによる攻撃隊の探知もレーダーの故障だろうと思われて有効に活用されなかった。防空艦視体の報告もデマ扱いされた。 沖縄空襲を知らせる伝聞は10日の午前7時に発信されたが、日吉の連合艦隊司令部に到達したのは1時間半も後であった。記述のように連合艦隊司令長官の豊田、ソエム大将はフィリピン方面への出張で台湾に滞在中で参謀長の草加隆之助中将が代わりに指揮を取るはずであったが、豊田大将も 台湾から別に矛盾する命令を出し、混乱を招いた。第22輸送隊の第2、辰丸と第17五国丸。特設苦戦艇、二浦丸、同、長戸丸、同、第3号報告丸。特設総改艇、第6博多丸、同、第1匠南丸。特設監視艇、第3南札丸、同、第5体制丸。 大島防備隊によると、徴用漁船、勇気丸、第五琴平丸も沈んだほか、アメリカ側記録は、ガードボートのナンバー二十六何冊丸の名も挙げる。第三十二軍の記録によると沈没したのは、那覇港で、東海丸、白山丸、福浦丸、宝来丸、大海丸、瀬底島で、鉄山丸、第一南海丸、運転港で、第二岸上丸、宮古島で、広田丸、 久米島製法で、高達丸の10席。ただし、東海丸と白山丸は、船舶運営会の創出船舶一覧になく、蓬来丸の漢字表記は、蓬来丸である。ありがとうございます。